ージを作ろうとワクワクしてます。さっぱりしたツナみたいな感じつけて、うまい。皆さんこんにちは、シトアナです。いやー、秋深まってまいりましたね。旬の秋鮭を買ってきたよ。揚げてフライにしてもよし、焼いてご飯と食べてもよし、今日はこの万能な鮭の新たな扉を開いちゃうぞ。ということで今回は秋の贅沢、鮭のアヒージョを作ろうと思います。鮭の切り身にお酒をかけて軽くまとわせてください。白ワインでも OK です。で、これを10分間置きます。ニンニクをみじん切りにしていきます。アヒージョといったらニンニクだよね。やっぱりね、香りといいね、食感といい。アヒージョはオリーブオイルとニンニクの集合体といっても過言ではないからね。ニンニクいいよね。ニンニク専門店に実は食べに行ったことがあって、サラダに生ニンニクのスライス乗ってるのみんな食べたことないでしょ。なんかそういうのとかもね、作ってみたいですね。割としっかり細かくしましょう。アスパラは等分に切っていきます。下の方は皮が硬かったりするんで、皮引きで皮引いてみてください。柔らかくなるんで。引くほど硬そうじゃないけど若干硬そうだなって思ったら、包丁で切り目を入れるっていうやり方もあります。こんな感じで切り目を入れてあげると食べた時に繊維がペペってならずに済みますんで、裏はだいぶ浅めでいいと思う。マッシュルームは半分に切っていきます。汚れが気になったんで水洗いしちゃいました。キノコは洗わない方がいいって言うけど、気になった時は洗った方がいいとアナは思っています。他のキノコでももちろん、あの舞茸とかしめじとかでもいいです。キノコ嫌いな人はじゃがいも、ズッキーニとか根菜とかもいいかもしれませんね。鮭も切っていくんですけど、切る前にしっかりペーパーでね、水分を取ります。一口大に切っていきます。小さすぎず大きすぎず、皮ごとね、いっちゃってください。お鍋に塩、唐辛子、刻みニンニク、アンチョビ、めんつゆ、オリーブオイル。火加減は弱火です。さっきさ、味見したんだけどちょっと辛かったから、唐辛子1本抜いていいかな。結構辛い、この時点でだいぶ辛かった。辛かったんで唐辛子抜きました。丸ごとニンニクを入れます。我が家にあるニンニクがここに集約されている。みっちりだからね。丸ごとのニンニクがいい感じに上がってきたら、アスパラ、本日の主役鮭を。こんなおしゃれな食べ物にして作ることなんてめったにないから、ちょっとアノンもワクワクしてます。鮭にしっかり火が通るまで。どんな味なんだろう。じゃあちょっといただいてみましょう。さっぱりしたツナみたいな感じ。しっとりした鮭の食感がいいね。鮭ってさ、独特の油の香りがあるんだけど、それがなくなってガーリック風味の美味しい淡白なお魚の味になってる。これは美味しい。アスパラとマッシュルーム行ってみよう。お魚の臭みがこいつらに染みてないかどうかっていう。お魚の風味全然映ってないね。ニンニクがすごく強いのと、ちょっと塩味が濃いめで、お野菜の味もしっかりする。アヒージョと言ったらバケットですよね。たっぷりつけて、よし、二度漬け。いただきます。うまい。じゅわじゅわにオイルが染みたバケット最高。めんつゆとアンチョビのおかげなのか、オイルがただのしょっぱいガーリック味ではないのよね。そんなわけで今日は鮭のアヒージョを作ってみたんだけど、鮭が新食感だった。私が知ってる鮭ではなかったね。なんか新しい味。皆さんもぜひ作ってみてくださいね。では次の動画でお会いしちゃうぞ。シトアナンでした。バイバーイ。